1P 側草壁ネクロ大山川、 2P 側やらお豪気松戸川。さあネクロね豪気っていうね、ネクロ豪気っていうね、なかなか渋い決めつになりましたけど、周りでね気合入ってますよ。これはうまくいっちゃうと豪気の体力解けるやつ。そうそうそう、リープ。さあヤラオ豪気はね結構豪気もりもり前に出てくるタイプの豪気なんで、飲まれるかどうかってところですが、重足熱波で決まってく。まずはヤラオ豪気、これガヤ聞こえますかね。めっちゃくちゃねお互い応援気合入ってますよ。さあ2ラウンド目、投げ1回でねいいとチームメイトからねちゃんとガヤが入るんです。裏回り、これはスタンダー、やり返してく草壁ネクロ。お互いオラオラしてんなこれ。カズネマイクやるじゃん。松戸対大山で、じゃあ太平和也でやりましょう。はい、和也です。はい、やらちゃん、やらちゃんですね。はい、先方やろ。やっぱりねこのぐらい元気よく動く豪気の戦法は怖いです。そうですね、オラオラしてくるので、中足に全部弱達入れ込んでますからね。あ、これはあーやられちゃったか。お返しでしたね、小足エレックで入れ込んでいくと。マイク2人入ったらすげえうるせえ。